絶不調三笘とんでもない原因。今季、公式戦24試合で3得点6アシストを決めた三笘だが、約3ヶ月ゴールから遠ざかっている。イギリスメディア、サセックス、エクスプレスは、三笘は、ブライトンでの輝かしいキャリアの中で難局を迎えていると、苦戦を報じている。その大きな理由について、敵ディフェンダーが常に倍増してきていると、サイドで常に2人のディフェンダーからマークを受ける状況が多いこと、味方からの十分なサポートを受けられていないことなどが指摘されているのだ。昨季は、エクアドル代表の左、サイドバックディフェンダーペルビス、エスプピニャンと、抜群のコンビネーションで、左サイドから幾度となく、チャンスを作ったが、今季は、そのエスプピニャンが負傷で長期離脱。そのことが三笘のパフォーマンスにも、影響を及ぼしているようだ。久保も、そうだが研究されまくってるからな、大スランプっていうか、今のチーム事情で、ローテーションできなくて、みんな悪循環に陥ってる感じだよね。エスプピニャンもそうだけど、マーチがいないのがね、左一辺倒じゃ、マークが分散しないし、展開の幅が狭まりすぎる。三笘にしても去年は一人抜けば、いいところを二人、三人抜かないとシュートまでいけないんだから、手詰まりになるのは当たり前。もっと伸び伸びプレイできるチームに行って、活躍してほしい。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。